で、サキさんとこの春先くらいに別れられた話ですか。ともかく晴れてお一人になられたのです。新しい出会いで心機一転してみる気はありませんか。要点をまとめて言ってくれる。私と結婚を前提に付き合いませんか。2年前からの片思い、この時を待っていました。君は見かけによらず直接的だな。2年も待っていたのは粘着的だけど。宿命は待つことができるのです。